は、一般社団法人心のメンテナンス協会の理事になります佐藤陽介と申します。よろしくお願いします。今ストレス社会、現代のストレス社会と言われておりまして、ああもう自分はダメだと捉えるのか、いやこんなの別に全然大したことないよと、全然大丈夫というふうに捉えられるのか、どっちを取るかというとストレスと変わってくるじゃないですか、っていうところの、認知行動スキル的なっていうものの、普及というのにも努めています。好きな心理カウンセラーに自分が心の中でちょっと辛いなと思うことがあった時に心理カウンセラーに相談できるというアプリ、美学アプリというんですけども、それも運営しております。